次に近藤陽介君。近藤君、おはようございます。民主党の近藤陽介であります。質問の機会をいただき、委員長をはじめ、皆様に感謝申し上げます。早速質問に入りたいと思います。まず最初に茂木大臣にお伺いしたいと思います。委員長のお許しを得て、資料を配布しておりますが、1枚目をご覧いただければと思います。まず最初にお伺いしたいのは、大臣が5月17日金曜日、先週の金曜日に朝にされた閣議後の記者会見の内容についてお伺いをしたいと思います。この1枚目のペーパーには、経産省が出された閣議後記者会見の議事録でございますが、大臣は記者からですね、政府が提出しているいわゆる電力システム改革法案の見通しについて質問をされ、大臣はこのようにお答えをされています。全文ではなく下線の部分だけお読みをしたいとこう思いますが、政府与党として経済産業省としてぜひこの国会で成立をお願いしたいと考えておりますが、野党の一部のグループ改革への抵抗ということもありまして、なかなか進みにくい状況にある。これは大変残念だと思っておりますと、こう発言をされました。でこの発言を受けた形で、複数の新聞社がですね、電気事業 法案今国会で成立困難にといった趣旨の記事を掲載をいたしました。大臣、私はですね、この発言は大変問題があったのではないかとこう思います。大臣はもちろん政策については随一政策通の先生であられますが、当然議会人でもあられますから、議員国会運営、委員会運営の仕組みについては十二分にご存知かと思います。法案をどのように審議するかというのは議会そして委員会の、これは専権事項であります。でまたシステム改革法案についてはまさに、理事会理事懇談会で、協議をしており、その審議入りについてもですね、私も野党の筆頭理事として与党筆頭の塩谷自民党筆頭理事と真剣にですね、まさに真摯に協議を現在している最中でございます。限られた日程の中でどのように審議をするかというのは、国民の代表たる国会としてこの責任を果たすべくですね、その扱いについてまさに、真剣に議論しているわけでありますけれども、このですね、扱いについてですね、法案提出者の責任がある立場で一体どのような情報をもとに野党の一部のグループへの、そして改革への抵抗が理由で遅れていると発言をされたのか、全く理解に苦しみます。この発言については国会対策委員会委員長からですね、与党委員長に対しても非常に問題であるという抗議をさせていただいているところであります。もとよりこの法案は我々民主党政権下で議論をはじめ骨格を固め、今日もご出席をされていますけど、枝野当時経産大臣、私は当時副大臣でございましたが、政府の中におりましたが、議論を進めてきた内容でもございます。それぞれ各党立場野党あろうかと思いますけれども、我々も真剣に受け止め改革を進めなきゃいかん、こういう立場にあります。野党各党この委員会に理事を配置されている日本維新の会さんもこの改革には前向きというか真剣に取り組まなきゃいかんと、みんなの党さんも同様の考え、共産党さんそれぞれ立場あろうかと思いますが、重要法案であり審議を受け止めなきゃいかんという立場と、私は野党筆頭として各党の協議の中でそれぞれ話を進めてまいりました。こうした中で大臣が記者会見で政府の立場としてですね、議会がまさに真剣に話を進めているさなかにこのような発言をなぜされたのか、まずお伺いしたいのは、一部の野党とはどの政党どのグループを指しているのかお答えください。茂木経済産業大臣。5月17日のですね、記者会見におきましては、委員もですね、副大臣されたりさまざまマスコミとの対応はあると思いますが、それぞれ質問される方問題意識を持たれています。
その方につきましては、法案の遅れと、なぜその原因があるのかと、こういうことを中心に、お聞きになられたわけでありまして、私としてですね、国会の、審議の、運営につきましては、委員ご指摘のようにですね、当然、国会での、与野党協議に、お任せすると、当然のことだと思っております。その上で、何かですね、特定の政党であったりとか、特定のグループであったりとか、特定の個人をですね、指してお話ししたものでありませんし、固有名詞は一切出しておりません。委員長、近藤洋介君。しかし大臣、これ議事録にもあるとおり、明確に野党の一部のグループ、改革への抵抗というご発言をされているんですよね。想定もしないで、このようなことをいい加減におっしゃるのは、いかがなものかと、どういう情報が上がっているのかと、こう思うわけであります。菅原副大臣、来ていただいております。お忙しいところすいません。この法案、法案質疑のやり方についてあまり委員会で、とやく、つまびらかに、するのはいかがかと思いましたが、大臣がこういう発言をされておりますので、あえて公式の場でお伺いしたいと、こう思います。菅原副大臣、と私、この法案の扱いについて、少なくとも二度、副大臣が私の議員会館の部屋に来られてですね、どのようにこの電気事業法を審議をするかということを政府の立場として、来られて、私も野党筆頭として議論を重ねてまいりました。少なくとも私どもは民主党はですね、党の立場として、また野党筆頭の理事の立場としても、この電気事業法案についてきちっと議論をしていこうと。そして、もちろん、期限のある国会でありますから、きちんと決着を出していこうと。決着というのは、この賛否というのは、まさにこれから審議が入るわけですから、それぞれの立場で、成立云々というのは、我々の党の立場としては、改革の方向を前に進めたいという民主党の立場でありますが、議会としてどうなるかというのはこれからの話でありますから、いい加減なことは言えないわけですが、きちんと結論を出していこうという方向でですね、そのために何ができるか、どういうことができるかということを議論してきたかと思いますが、少なくとも抵抗をしたという発言、私は記憶がないのですが、副大臣いかがですか。菅原経済産業副大臣。私も今副大臣を拝命しまして、前任者の副大臣が筆頭であります。したがって、大臣の代わりに委員会での答弁をしたり、各種会合で、挨拶をしたり、そしてまた法案提出側の立場として、野党各党に法案の趣旨やスタンスや、なるべく一つもの法案を審議をしていただいて、可決を荒らしめるように努めている、こういう作業をするものだなと改めてこの立場に立って今感じております。そして今お話ありましたように、5月に入りまして、消費税の転嫁法案、これ当初よりも若干時間が食い込んでしまった中、いろいろと与野党ご協力いただいた中で、先般議論となったわけでございます。で、その後にこのクールジャパン、独禁法、そして電磁法、そして小規模事業法、この4つ訴状に上がる中で、独禁法以外はすでに閣議決定をしておりますから、どういう流れでということを大臣に打ち合わせた結果ですね、電磁法が安倍政権における極めて重要な法案の一つであるからということで、そのあたりを本土筆頭にお示しをし、またどういうお考えでいらっしゃるか、それを伺いに二度お邪魔した次第であります。その時にいろいろな議論がありました。ここでまたつまびらかにすればかなりきめ細かな話にもなりますから、あえて申し上げませんけれども、今質問の時におっしゃった電磁法をしっかり進めていくという言った時とはですね、若干違うようにですね、その時は見て取れました。つまり独禁法を議員立法でやってくれるんであれば電磁法から入る、しかし終わりが見れなければこれはやっぱり重要法案でありますから、廃案になれば元も子もありません。それは私は重要法案であればきちっと参議院も含めて、この流れがある程度確立すればですね、それはそれでいいと思います。しかし2回目にお会いしたときはですね、クールジャパン法案が予算関連法案だから、その独禁法の扱いは
別としてクールジャパンファンからという話になったものですから、これちょっと最初電磁砲から入っておっしゃったのと若干違ってきた印象を私受けました。そして御党の中の国体あるいは政調あるいは幹事長室といろいろとあったと思います。また私どもも与党自民党の中で、国体とのやり取りあるいは大臣との協議さまざまな角度から、再三この人に我々のスタンスをお示しをしたところでありまして、一つ言えるとすれば抵抗ということは全く私は感じませんでしたけれども、今、イミジュも答弁でおっしゃった電磁法は極めて重要というお話とその時はちょっと違って、電磁法はよりもフルジャパンと、そして独禁法というような私は印象を受けました。以上でございます。近藤陽介君、お伺いしたいのは、これはまさに理事会、理事級、懇談会、それぞれの今日この参加しているメンバーがおります、塩谷先生がこの場にいらっしゃるのは残念ですけれども、塩谷先生も大臣の発言については非常に違和感を感じている、抵抗しているということは、ちょっとこれは違和感を感じているという趣旨の発言を私にはされました。議事録にちゃんとこれも残していただきたいと思います。ですから抵抗ということではないんです。副大臣がルール今説明されたのは、まさにそういう協議の中です。どうやって審議を全体で進めるかということですから。限られた時間ですから、あまりつまびらかに言っても意味がないと思いますが、我々は抵抗しているということは全くないし、まず副大臣も抵抗しているという報告は副大臣には挙げてないと。こういう話だったと思います。事務方にも確認をいたしましたが、官房として、抵抗をどっかの一部のグループが抵抗しているという情報を大臣は挙げていないということは事務方にも確認をいたしました。そういう中で大臣、その責任のある立場の方がですね、やはり記者会見でこういった発言をされるというのは私は問題があったとこう思うんです。ここは大臣ですね、素直にこの場でこの発言は問題があったということで、きちんと謝罪をされるべきだと思うんです。で、私は、そうしたことは、言葉尻を捕まえて、審議を伸ばしたり、また、審議入りの順番を変えたりというつもりは、毛頭我々はございません。電気事業は極めて重要ですから、即審議に入りたいと、こう思っております。即入りたいと思っております。この、クールジャパンの方は予算関連法案、もともと政府はこのクールジャパン予算関連だからやっていただきたいと。強く言ってこられたし、クールジャパンにしていただきたいと言って申し込まれてきたのも、これは与党側が最終的に申し込まれてきた。このことも改めてきちっと議事録に残して申し上げたいと思います。その上でですね、電気事業法をきちんと議論して、そして決着をつけるべきです。今国会最大限の努力をするということを我々思っておりますし、そういう前提に立ってですね、大臣この場できちんとこの発言については問題があったと謝罪をしていただきたいと思いますが、いかがですか。簡潔にお答えください。茂木経済産業大臣。私の記者会見のですね、発言を見ますと、若干したたたらずの部分はあったのかなと思います。私はですね、野党の一部のグループが抵抗しているから進まないとは申し上げておりません。それぞれ政党です。そしてまた個人の議員によってもさまざまな意見があります。それを野党の一部のグループの考えといえばよかったのを、野党の一部のグループ、それから世の中的に言いますと賛成の人もいます。これに反対というか抵抗する人もいます。これを全体として捉えて、こういう表現をいたしましたが、決して私が野党の一部のグループが抵抗グループであり、それが反対しているというお話で申し上げたわけではありません。ただ一言申し上げるとですね、先生の考え聞きますと、国会の運営について一般論でも全く、例えば我々としてもこういう法案についてはぜひお願いしたいとか、今なかなかこういった問題が進まなくて困っている、こういったことについても言及すべきでない、こういうご意見なんでしょうか。例えばですね、近藤委員、ご自身もですね、経済産業副大臣時代にですね、総合取引所に関する金融取引所法の改正についてですね、本来ならば1年前に通すべき法案だったと、ねじれ国会という事情もあり仕方がないといえ、やや遅すぎたと感じていると。おそらくですね、それぞれ政治家もその議会のあり方とかそういうのについては基本はお任せをするんですよ。そういった中でですね、コメントを求められれば一般論として誰が悪い誰がいいということではなくて、
お答えするということはあると思います。ただ冒頭申し上げたようにですね、野党の一部が抵抗勢力だと、こういうふうに取られたとしたら、そういう意図ではございません。近藤陽介君。副大臣ですね、私もそういう発言をしています。しかし、誰かを仮想的に、しかもまさにこういう審議をしようとする、この山場の時にですね、これからまさに議論も始まろうとする中で、特定のグループを名指しして、名指し特定のグループ、野党の一部のグループと、こういうことをおっしゃるのは、非常に私は卑怯だと思うんですね。卑怯だと思います。このことは申し上げたいと、こう思いますし、大臣から言葉足らずだったというご発言ありましたから、それは一定の謝罪だと、こう受け止めますが、委員長ですね、ちゃんときちんと謝罪をいただきたいと、こう思いますので、ぜひ委員会として、その対応を求めていきたいと思いますので、まずご提案を申し上げます。委員長、よろしくお取り計らいをお願い申し上げます。ご報告、理事会で協議したいと思います。質疑に入りたいと思います。残された時間であります。電力システム改革、これから法案審議入りますが、入ってまいりたいと、こう思うわけでありますが、原子力をどう位置づけるか、これは避けて通れないわけであります。国の基本的な政策はこれまで、原子力政策大綱という形で閣議決定をされてまいりました。民主党政権下では 3.11 の福島原発事故を受けて、エネルギー環境戦略という形で原子力政策の骨格を示しました。現政権は民主党政権の政策を白紙から見直すと、こうされております。では、安倍政権下では現在、この原子力政策大綱、現在も法制度上は生きているわけでありますけれども、この大綱的なですね、基本政策の見直し作業は、一体どこまで進んでいるのか。原子力政策大綱の見直しはどこまで進んでいて、いつまでに決めるという見通しがあるのか、ないのか、お越しいただいてますが、お答えいただけますか。島尻内閣府大臣政務官。はい、お答えを申し上げます。今、近藤先生、おっしゃられたまさにその通りでございまして、原子力委員会、平成22年11月に、新大綱政策、失礼しました、新大綱策定会議を設置をして、新たな大綱の策定に着手をしたということでございます。ただ一方、平成24年9月策定の革新的エネルギー環境戦略においては、新たな原子力政策をエネルギー環境会議の場の中心として確立するというふうにされたわけでございます。原子力委員会は政府における原子力の利用に関する政策の審議体制がこのように変更されるということを受けまして、新たな大綱の策定を見合わせることが適当と考えまして、平成24年10月2日に新大綱策定会議の審議を中止をし、同会議を廃止をしたわけでございます。で、現在、原子力委員会において新たな大綱策定に向けた検討というものは行われてございません。近藤陽介君。そうなんですね。政務官お答えいただいたように、今その大綱の議論は全く空転というかストップしているんですね。というよりもむしろこの原子力委員会をどうするか、そもそも議論するお座敷が現実今ないというのは現状なわけであります。国の原子力政策の司令塔というのはこれまで原子力委員会が担ってきたわけでありますが、我々は民主党政権下ではこの原子力委員会の組織の見直しに着手をして、外付している資料のにあります通り、12月18日の報告書でこの見直しの基本的な考え方というのをまとめております。資料の3枚目にございますように、組織の姿はどうであれ機能は必要だという整理をしたところであります。そして残念ながら我々は政権の手をその後離れました。さて、安倍政権は、これ発足もう5ヶ月経ってますけど、この原子力委員会の司令塔の議論の見直しについて、具体的な検討会を現在設けて、そして議論を進めておりますか。議論をしていないということは、今の姿でいいということなのかどうか、お答え、簡潔にお答えいただけますか。島尻内閣府大臣政務官。まさに今日は近藤先生、参考資料でですね、配布をしていただきましたけれども、昨年の12月の18日の、この原子力委員会の見直しにあたっての基本的な考え方について、
というもの、我々もこれを参考としつつですね、関係省庁とも連携をして、改めて見直しの検討を行うことと、しております。で現在山本大臣の、ご指示の下で事務方が鋭意準備を進めているところでございまして、できるだけ、速やかにですねこの検討の場を立ち上げたいというふうに思っているところでございます。近藤陽介君。茂木大臣お伺いしたいんです。原子力委員会、これはやはりいずれにしろ基本国の基本政策を考える場というのは極めて重要で、今回規制委員会ができました。で規制の姿はきちっとできた。そしておそらくこれから原子力の推進という観点からは茂木大臣を先頭にですね、経済産業省資源エネルギー庁がさらにこれよりも前に出て、まあ、進めるというかその原子力政策を進める立場で、政府に相手位置づけがされる。だとそうすると規制と、まあ、推進というかいうものが二つエンジンができると同時に、やはり全体の司令塔のですね、やはり何らかの組織っていうのは調整機関っていうのはやっぱりどうしても必要で、でその議論その設置の場がですね今中ブラリンで何にもないと。一応近藤俊介委員長以下原子力委員長はいらっしゃるけれども、事実上回転休業であるというのは私はこれ極めて問題だなと思うんですね。電力システム改革っていう大きな議論をするんだったらば、少なくとも対抗 の議論をする場をですねこれは早急にせめて場ぐらい設けて、そして、原子力委員会はどうするかという議論もです、ね、早急に立ち上げるべきだと思いますが、これは関係大臣として、まあ、所管の大臣ではございませんが原子力に関わる大臣としてこの点いかがでしょうか。茂木経済産業大臣。まあ、これまで の原子力委員会、まあ、高い見識、まあ、専門性を有する委員から構成されて、まあ、原子力政策の重要事項について審議、そして検討するための、まあ、組織でありですね、その原子力委員会が策定する原子力大綱は、まあ、中期的な、まあ、原子力政策のあり方を、まあ、指し示すものとなってきたわけであります。まあ、そんな中にあって、まあ、原子力委員会のあり方について、まあ、今般ですね、見直しの、まあ、検討をですね、するということになっておりまして、まあ、経済産業省としてもですね、できる限りの協力を、まあ、していきたい、そのように思っております。同時に我が省としましてはですね、今総合資源エネルギー調査会の、まあ、総合部会におきまして、年末をめどにですね、エネルギーの基本計画の策定を行っておりまして、そこの中におきましては原子力の今後のあり方としっかり位置づけを行っていきたいと思っております。近藤陽介君。まあ、ぜひこの辺の議論もですね、電力システム改革法案の議論の中で極めて大事な点ですから、さらに議論を深めていきたいと思います。ただいずれにしろ大臣ですね、この原子力委員会のあり方ということはやっぱり早急に決着をつけるべきだと思います。これ設置法もあるわけでありますから、法案も関わるわけでありますから、まあ、秋の臨時国会なのか次の国会なのかどうか別にしてですね、政府において早急に考えをまとめられて、提案をしていただきたい、こう思います。ちょっと遅すぎるんではないかと思います。最後に一点、資料の2枚目のページをいただければと思います。先ほどの自民党の議員の方も設備投資についてお話をされてまいりました。70兆円に増やすという安倍政権の新成長戦略の成長戦略の第2弾で表明された、これは素晴らしいことだと思います。設備投資極めて重要であります。現在63兆円をあと7兆円3年間で増やすとこういうことでありますが、その中でですね、我々旧政権下で、提案をした中に、焼却資産に対する固定資産税の見直しと、これを昨年の12月の政府税制調査会で、当時経済産業省は提案をいたしました。これは大変大きな話であります。補助金そして金融、しかしやっぱり税であります。法人減税そして設備投資の減税と、まあ現政権下でも多少のその設備投資減税の計画出されて実行されておりますけど、この固定資消却資産に対するですね固定資産税の見直し、これは日本だけが異常に機械装置にかけて税をかけているという異様な姿になっております。ぜひ大臣ですね、この点についてですね、私はこれは非常に大きな設備投資を促すポイントになると。もちろん地方税との関連等々ございます。そう簡単ではないのは十分承知しておりますが、だからこそですね果敢にこの点に取り組んでいただきたいと思いますが、最後にこれを伺って終わります。茂木経済産業大臣。近藤委員、大変重要なご指摘だと思っております。いい資料もお出しいただきました。
事実としてこうなっているわけでありまして、まあ、諸外国と比べてですね、まあ、これがあの日本の、まあ、企業にとってですね、設備投資を進める上でですね、競争上不利になっている、あのこのことを見ると現実の問題だと思っております。まあ、そして現政権におきましては、これから設備投資、10% 拡大して、バブル以前が70兆円でありましたから、これを上回る水準まで持っていくと、まあ、いうことを考えましたら、税であったりとかさまざまな手段をですね、まあ、駆使をして、設備投資のですね、拡大を図っていくということが今回これから民間主導の持続的な経済成長を、遂げていく上で極めて重要でありまして、まあ、そこの中で、まあ、当然政府内でこれから詰めなければならない問題でありますが、ご指摘いただいたこの、資産昇格の問題、これ極めて大きなテーマになってくると、そのように考えております。近藤芳介君、ありがとうございます。ぜひご検討いただければと思います。菅原副大臣が言われた独占禁止法、議員立法において今国会で何とか成立をさせたいということで与野党間で調整してまいりましたが、残念ながら政府において閣議決定をされると、まあ、我々民主党は閣議決定されたそのままの法律を出して、そして早期成立ということで考えましたが、まあ、政府において閣議決定をされるというようなことを風の便りで聞いております。まあ、それにどうであれ、独占禁止法であれ、電気事業法であれ、特に急がれるのは電気事業法の議論だとこう思いますが、この国会、あの委員会においてですね、建設的な議論をきちんと重ねることをお約束して、また大臣におかれましてはですね、ぜひ仮想敵を作って、何かをして、というような発言はですね、もう小泉政権下でもこの手法は古いんですよ。古いんです。我々は、きちんと改革を前に、そしておそらく、この野党各党ともですね、改革を前に進めたいという思いは共通しておりますから、堂々と中身の議論で、勝負をしたいと、こう思っておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。時間ですので終わります。ちょっと待ってください。製品が揃ってない。